そしてゾーンの背後をつけ、ディフェンダーの視線はボールに向けられていますから、ゾーンの背後にチャンスが生まれます。そこを守ろうとすればゾーンが広げられる結果になり、また別のチャンスが生まれるのです。バックラインマンを攻めるドリルの中でインサイドのプレイヤーの動きに注目して見てみましょう。はい、じゃあポジションに入ってください。はい、じゃあ最初 2,3 回動いてみましょう。はい、ストップ、ストップ。そうですね。今この形です。はい。ウィングマン7番がボールを受けました。そしてショートコーナー、ゾーンオフェンスの基本ですね。ショートコーナーを攻める。ここに18番の彼がいます。そして今ヘルプサイドからディフェンスの背後から5番の選手が、ここはミドルポスト、この2人の間ですね、ギャップに入ってきました。この7番18番5番の選手、今見ると三角形になっています。この三角形が非常にゾーンオフェンスには有効です。はい、例えばハイポストに入る、見る15番の彼と6番の彼を今の3人で攻める。もしインサイド、ハイローのプレーが一つありますね。そしてもしハイローのプレーに対してルーズについていった時ですね、6番の選手が入る、その時にはアウトサイドのプレイヤーが移動してシュートがあります。もちろんボールを受けた人間がリバースターンをして、距離があったらジャンプショットまたはドライブ、これは当然です。またウィングマンからショートコーナーに入った時に、ここではこのプレイヤーがゴールにカットします。その時に大切なのは相手のももに自分のお尻をしっかりつけてシールをしてパワーショットに持ってきますですね。その辺を考えながらプレーしましょう。はい、いいですね。ゾーンディフェンスはシュートエリアと考えられる領域を5人が分担して固まって守る方法です。そのためロングシューターのいないチームには崩しにくいディフェンスに思われがちです。しかしこれまでに紹介した原則にのっとって攻撃すればそれほど難しいものではありません。逆に言えばこの原則を知らないで攻めても効果は上がらないということです。ここではマンツーマンオフェンスのやり方を生かしながら、特にショートコーナーから攻撃することによってゾーンディフェンスを崩していく攻撃法を紹介しました。